大谷翔平 VS アーロン、ジャッジ、ついに実現。うおー、マジで楽しみや。本物の怪物ジャッジと偽物の大谷とか最高や。ホームラン4本差という大差だからな。スタントンのがやばい。試合前の会見で2人呼ばれて睨み合いとかあるのか。漫画みたいな胸圧の展開や。メジャーリーグくっそ面白くて草。1年目で WS 制覇は早すぎるわ。ジャッジスタントン頼むぞ。普通にドジャース勝ちそうでおもんない展開になりそう。とんでもないことよこれは。どっちが MVP にふさわしいのかはっきりさせようじゃないか。これ最終戦9回2アウトで大谷対ジャッジになるパターンや。大谷アンチ震えてる？大谷が優勝してしまうけど。どっちもベビーフェイスか。困ったもんだね。アメリカ盛り上げる大谷さんすげえわ。たとえ負けても興行打てるだけで十分だよな。大谷とってよかったな。ポストシーズン初戦負けとかが最悪。最高のカードになったな。チケットいくらや。マイクパフォーマンスやってくれんか。本塁打王の中の本塁打王出てこいや。ヤンキースなんか大昔の名門で今は三流球団なんだからドジャースに勝てるわけないやろ。ダルビッシュ戦がと強敵を撃破してラスボスはジャッジ漫画みたいな展開だな。大谷がヤンキージャッジボコれば格付けできるってわけや。このワールドシリーズは移動がだるいくらいやな。ご視聴ありがとうございました。